東ローマ帝国、または、ビサンチ帝国、ビサンティン帝国、ギリシア帝国、ギリシア帝国は、東西に分割統治されて、以降のローマ帝国の東側の領域、国家である。ローマ帝国の東西分担統治は3世紀以降、断続的に存在したが、一般的には395年以降の東の皇帝の統治領域を指す。 なお、当時の国宝的には、ローマ帝国が東西に分裂したという事実は存在せず、当時の人々は東ローマ帝国と西ローマ帝国とを合わせて一つのローマ帝国であると考えていた。皇帝府は主としてコンスタンティノポリスに置かれた。西暦476年に西ローマ皇帝ロムルス・アウグスティスが、 ゲルマン人の傭兵隊長をおけるによって廃位された。際、形式上は、当時の東ローマ皇帝ゼノンに定位を返上して、東西の皇帝圏が再統一された。帝国は一時期は地中海の広範な地域を支配したものの、8世紀以降はバルカン半島、アナトリア半島を中心とした国家となった。また、ある程度の時代が下ると、民族的、文化的には、 ギリシア化が進んでいったことから、同時代の西洋やルーシュからはギリシア帝国と呼ばれ、13世紀以降には住民の事象もギリシア人へと変化していった。初期の時代は内部では古代ローマ帝国末期の政治体制や法律を継承し、キリスト教を国教として定めていた。また、対外的には、 東方地域に勢力を維持するのみならず、一時は、急にシローマ帝国地域にも総主権を有していた。しかし、7世紀以降は相次いだ戦乱や、薬病などにより、地中海沿岸部の人口が激減、長大な国境線を維持できず、サーサーアン・アサ、ペルシアやイスラム帝国により、国土を侵食された。8世紀末には、ローマ教皇との対立などから、 西方地域での政治的影響力も低下した。領土の縮小と文化的影響力の低下によって、東ローマ帝国の体質は、いわゆる古代ローマ帝国のものから変容した。住民の多くがギリシア系となり、620年には公用語もラテン語からギリシア語に変わった。これらの特徴から、7世紀以降の東ローマ帝国をキリスト教系された。 ギリシア人のローマ帝国と評す者も,もいる。ビザンツ帝国、ビサンティン帝国もこの時代以降に対して用いられる場合が多い。9世紀には徐々に国力を回復させ、東ローマ皇帝に権力を集中する政治体制を築いた。11世紀前半には東ローマ帝国はバルカン半島やアナトリア半島東部を奪還し、東地中海の大帝国として最盛期を迎えたが、 それも一時的なもので、その後は徐々に衰退していった。11世紀後半以降には、国内の権力争いが激化し、さらに第4回十字軍の進行と重なったことから一時首都、コンスタンティノポリスを失い、各地に亡命政権が立てられた。その後、亡命政権の一つ、ニカヤ帝国がコンスタンティノポリスを奪還したものの、内憂外患に悩まされ続けた。文化的には、 高い水準を保っていたが、領土は次々と縮小し、帝国の権威は完全に失われた。そして1453年、西方に支援を求める者の,の大きな援助はなく、オスマン帝国の侵攻により首都コンスタンティノポリスは陥落し、東ローマ帝国は滅亡した。古代ギリシア文化の伝統を引き継いで1000年余りに、渡って培われた東ローマ帝国の文化は、 西京圏各国のみならず、西欧のルネサンスに多大な影響を与え、ビサンティン文化として高く評価されている。また、近年はギリシアだけでなく、イスラム圏であったトルコでもその文化が見直されており、建築物や美術品の修復作業が盛んに行われている。皇帝レオン六世の銅家。里面には、レオンエン、シータエオーバセレブスロメオンローマ人のバシレウスと、 書かれている。この帝国はいくつかの名称で呼ばれている。ユスティニアヌス一世時代の東ローマ帝国。青と緑色部分はトライアヌステイ時代のローマ帝国最大半と赤線は東西ローマの分割線東ローマ帝国は文明の十字路と呼ばれる諸国攻防の激しい地域にあったにもかかわらず。 4世紀から15世紀までの約1000年間という長期にわたってその名脈を保った。その歴史はおむね以下の3つの時代に大別される。なお、下記の区分の他には、マケドニア王朝断絶号後,後期とする説がある。ただし、いつから、いつまでを、東ローマ帝国あるいは、ビザンツ帝国の歴史として扱うかについては、何通りもの考え方があり、定説はない。本記事で、 東ローマ帝国の歴史として扱っている歴史の範囲ですら単一の帝国史であるのか異なる複数の帝国史の合成であるのかについては連続説と断絶説とに分かれて長らく議論が続けられている。いつからを東ローマ帝国の歴史とするかについては例えば主なものとして下記に挙げる考え方がある。第一にはディオクレティアヌスが皇帝権を分割し、 東方にもローマ皇帝が誕生して、以降の東ローマ皇帝の歴史を東ローマ帝国の歴史と同一視する考え方がある。例えば歴史家の直木慶太郎は、著書、ビザンツ帝国史の除雪をディオクレティアヌス記の解説にあて、ビザンツ帝国史年表をディオクレティアヌスが即位した284年より始めている。 ただし、ディオクレティアヌスのテトラルキアは、シュトローマを防衛するために4人の皇帝が、シュトローマを離れて4カ所の前線に止まるという職務の分担体制であり、地理的な分割は想定されていなかった。次に、コンスタンティヌス一世がコンスタンティノポリスを建設した330年を、東ローマ帝国の始まりとする考え方がある。コンスタンティヌス一世は、 古代ローマの元老院とは異なる。元老院をコンスタンティノポリスに建設することで、ローマ帝国から政治的に独立し、東方の地にオリエント的なローマ皇帝の帝国を建国したと解釈され、6世紀以降の東ローマ帝国の人々も、この330年を自分たちの国の建国年と考えていた。著名なビザンツ史学者、ゲオルク・オストロゴルスキーは、 ビザンツ帝国とは7世紀に誕生した新興帝国であって7世紀初頭に滅亡した東、ローマ帝国とは異なる帝国であるとする断絶説を唱えているが、その著書、ビザンツ帝国史は、ペトラルキアの内戦が終結した324年から書き始めている。ただし、建設された当時のコンスタンティノポリスには、失世官、法務官、古民官、財務官、 首都長官といった首都機能は整備されておらず、帝国の首都機能は依然としてローマに集中しており、コンスタンティヌス一世の後継者たちもコンスタンティノポリスに常住したわけではなかった。330年の時点ではコンスタンティノポリスは帝国の一地方都市の池を出ておらず、コンスタンティノポリスが新帝国の首都となるという認識は同時代にはなかったようである。 今日の歴史学では、コンスタンティヌス一世が330年に、ローマからコンスタンティノポリスへ遷都したとする神話は、後世に偽造された歴史に過ぎないと考えられている。次に、ウアレンティニアヌス一世が皇帝圏の東西分割を行った364年を、東ローマ帝国の始まりとする考え方がある。唯一の制定となった、ウアレンティニアヌス一世は、六十四年に、 弟、ワレンスを東方制定として指名し、帝国の東西分担統治を開始した。東方制定とされた、ワレンスの即位10周年式典は、首都ローマではなく、ワレンスが拠点としていたアンティオキア市で開催された。後述するテオドシウス朝の分担統治も、制度上は、ウアレンティニアーヌスが開始した分担統治をそのまま引き継いだものであり、 帝権分割の視点から言えば364年こそが帝国にとって重要な転換点であったとされる。フランスの古代史家アンドレ・ピガニオルはこの時代に初めて帝国のあらゆる資源が分割され、帝国東部がローマ帝国本土から明瞭に切り離されたのだとしている。しかしワレンティニアヌス・朝の時代にはテトラルキアやコンスタンティヌス朝の時代あるいは後の テオドシウス朝の時代と比べると、東西宮廷の関係は極めて良好であり、全帝国にまたがるような軍事行動も活発だった。例えば378年にハドリアのポリスの戦いで東ミカド・アレンスが戦死した後に東方領土を再興したのも西ミカド・グラティアヌスによって派遣されたテオドシウス、リコメル、バウト、アルボガストといった西側の将軍たちだった。 次に、テオドシウス一世が、自身の死に際して、彼の二人の息子たちに、帝国の半分ずつを、分担統治させた395年をもって、東ローマ帝国の始まりとする考え方があり、本記事もこの考え方に基づいて執筆されている。ただし、テオドシウスは前日のコンスタンティヌス一世や、ウアレンティニアヌス一世のように、唯一の制定になったことはなく、制度上は、 テオドシウスの代に何らかの統一や分割が行われたわけではなかった。テオドシウスの死後も帝国の東西は同一の執政官の下で運営され、法律は東西皇帝の連名で発布された。また、アルカディウスとホノリウスの地位やあるいは、テオドシウス自身の地位もウアレンティニアヌスが開始した分岐制度によったものであり、東西いずれかの皇帝が没した際には、 その後継者が指名されるまでは、残り一方の存命の皇帝が、東西の両地域を統治することとされていた。これらの理由から20世紀以降の歴史学では、アルカディウスとホノリウスによる分割相続には何らだ新しい意味合いはなく、それは過去に幾度となく行われてきた単なる分地の一つに過ぎないとの評価をされることが多い。一方で、 結果として見るならば、テオドシウスからアルカディウスへの定位継承による王朝理念の具現が、東地域に西地域とは異なる歴史を歩ませることになったのだと、する評価もある。特に、テオドシウス一世が、東方領土を次男ホノリウスにではなく長男アルカディウスに担当させたことは、幾分かは帝国の未来を象徴する出来事でもあった。なぜならそれまでは、たとえ法的には、 東西両帝が同格とされていたにしても、意識の上では、西方の皇帝が東方の皇帝よりも格上であるという認識が、依然として強かったからである。コンスタンティヌス一世は二人の妻の長男を共に、西方の副帝として指名していたし、東方担当とされたコンスタンティヌス二世も唯一の政帝となった後には、西方のメディオラヌムを拠点とした。 ウアレンティニアヌス一世とワレンスの兄弟でも、聖法を確保したのは、兄のウアレンティニアヌスであったし、テオドシウスに仕えた将軍、アルボガストも、テオドシウス一世の二人の息子の内聖法の皇帝になるのは、長男のアルカデウスであろうと考えていた。そのような時代にあって、聖法領土の最も偏京の地から登場してきた、テオドシウス一世は、 長男アルカディウスを東方担当の皇帝とすることによって疑うべくもなく東方領土に優位を与えているのである。より遅い年代としては602年から610年にかけてのローマ帝国による東方支配の終焉や800年のカール大帝の大観による帝国の分裂を視点とする説もある。特に前者の年代は古代末期論との神話性が高く、 古代末期を扱う多くの書籍で採用されている。少なくとも当時の人々にとって帝国が東西に分裂しているという認識は800年のカール大観以前には存在しなかったようである。上記いずれの年代も何らかの意味では歴史の転換点とみなすことができ、またそれが他の年代を帝国史の視点とすることに対する反対論拠ともなっている。 年表378年、皇帝ワレンスがハドリアのポリスの戦いで敗三390年、ゴート族バザーカスの逮捕のために、テオドシウス一世が派遣した軍によるテッサロニカの虐殺が起こった。最高と座説ユスティニアヌス一世本校では、ローマ帝国の東西領地域を実質的に単独支配した最後の皇帝となった、テオドシウス一世が、 395年の死に際し、長男アルカディウスに帝国の東半分を、次男ホノリウスに西半分を分担させた時点をもって、東ローマ帝国の始まりとしている。皇帝テオドシウス2世は、パンノニアに本拠地を置いた、ン族の王アッティラに、たびたび侵入されたため、首都コンスタンティノポリスに、南高不落の大城壁、テオドシウスの城壁を築き、 ゲルマン人やゴート人に対する防御力を高めることに先進した。皇帝マルキアヌスは451年にカルケドン公会議を開催し、第2エフェソス公会議以来の問題となっていたエウティウケスの唱えるエウティウケス主義や単性説を改めて異端として避け、三位一体を支持し、東西協会の分裂を避けることに尽力した。453年に アッティラが急死すると、フン族は急速に弱体化し、フン族への献金を打ち切った。マルキアノスが急死すると、皇帝にはトラキア人のレオ一世が据えられたが、アラン人のパトリキでマギステルミリトムだったアスパルの区物であった。しかし、471年にアスパルフ氏を殺害して実権を得ることに成功した。西ローマ帝国での皇帝権は、 ゲルマン人の侵入などで急速に弱体化し、476年に、西方制定の地位が消滅した。東ゲルマン族のスキリア族のオドアケルは、西ローマ皇帝を退位させ、自らは定位を継承せずに、東ローマ皇帝ゼノンに定位を返上した。東ローマ帝国は、ゲルマン人の侵入を尻けて、古代後期時点でのローマ帝国の体制を保ち、 コンスタンティノポリスの東ローマ皇帝が唯一のローマ皇帝となった。オドアケルは東ローマ皇帝の総主権を認めてローマ帝国のイタリア領主として任命され皇帝の代官としてローマ帝国の本土であるイタリア半島を支配した。西ローマと違って東ローマがゲルマン人を退けることができた理由はことなどが挙げられる。ハギアソフィア大聖堂周囲の戦闘は オスマン帝国時代のものしかし488年にイタリアの統治方針についてゼノンとイタリア領主オドアケルが対立したことがきっかけとなり東ローマ皇帝ゼノンがオドアケル追悼を命じた489年に東豪都族のテオドリックがイタリア侵攻を開始した491年皇帝ゼノンが休止し皇后アリアドネは アナスタシュース一世と結婚して皇帝に据え、混乱を防いだ。493年にオドアケルは暗殺され、テオドリックがイタリアの総督を及び道長官に任命された。テオドリックは497年にアナスタシュース一世よりイタリア王を名乗ることが許され、ここに東ゴート王国が成立した。ただし、東ゴート王国の領土と住民は依然として、 ローマ帝国のものとされ、民政は引き続き西ローマ帝国政府が運営し、立法権は東ローマ皇帝が行使した。アナスタシウス一世の下で東ローマ帝国は力を蓄えたが、その一方で、単政論よりの宗教政策によって、カトリック教会と対立が再び表面化した。502年のアナスタシア戦争が長きにわたる、 サーサーン・アサトのビザンチン・サーサーン戦争の発端となった。アナスタシウス一世が休止すると、次のユスティヌス一世は、ローマ教皇との関係修復に不信することになった。6世紀のユスティニアヌス一世の時代には、相次ぐ遠征や建設事業で財政は破綻し、それを補うための増税で、経済も疲弊した。一方、名称ベリサリウスの活躍により、 急にシローマ帝国領のイタリア半島、北、アフリカイベリア半島の一部を征服し、533年のアドデキムムの戦いでバンダル族を破ってカルタゴを奪還するとバンダル戦争で地中海沿岸の大半を再統一することに成功した。特にこの時期、442年以来バンダル族に占領されていた旧都 ローマを奪還したことは、東ローマ帝国が、いわゆる、ローマ帝国を自称する根拠となった。528年に、トリボニアヌスに命じて、ローマ法の修正である、ローマ法大全の編纂や、ハギアソフィア大聖堂の再建など、後世に残る文化事業もなしたが、529年には、ギリシアの多神教を弾圧し、プラトン以来続いていた、アテネのアカデミエアを閉鎖に追い込み、 数多くの学者がサーサーアン・アサに移住していった。535年のインドネシアのクラッカタウ大噴火の影響で535年から536年の異常気象現象に見舞われた。イタリア半島においてはゴート戦争が始まる。543年、国史病。ラジカ王国をめぐるサーサーアン・アサ、ペルシアとの交争で手が回らなくなると、スラブ人、 アバールなどの侵入に悩まされた。546年に東ゴート軍はイサウリア人の裏切りによってローマを陥落させることに成功し、この時のローマ略奪と重税によって、いわゆるローマの元老院と市民が崩壊し、古代ローマはこの時滅亡したのだと主張する学者もいる。五十二年にナルセス将軍が派遣され、ブスタガロールムの戦いでトーティラを廃止させ、 東豪等は滅亡した。翌年、イタリア半島は平定された。五百六十五年に、ユスティニアヌス一世が没すると、五百六十八年には、アルプス山脈を越えて南下したゲルマン系、ランゴバルド人によって、ランゴバルド王国が北、イタリアに建国された。五百五十八年、突欠の西面の質天密は、サーサーアン・朝のホスロー一世との連合軍でエフタルを、 攻撃し、567年頃にシツテン天ツはエフタルを滅ぼした。その後、シツテン天ツとホスロー一世の関係が悪化し、568年にシツテン天ツからの死者が東ローマ帝国を訪れた。572年から始まったビザンチンサーサーン戦争で東ローマ帝国もサーサーン朝に対抗する同盟相手を求めていたため、576年に タシカシラカガンにサーサーンアサを攻撃することを提案した。588年、第1次、ペルソティルク戦争でサーサーンアサを攻撃した。598年、タシカシラカガンがエフタルとアバール征服を東ローマ帝国の皇帝、マウリキウスに報告した。602年に政変が起こり、マウリキウスが殺され、混乱の中でフォーカスが定位を戦勝した。 7世紀になると、サーサーアン・アサに、エジプトやシリアといった、国葬地帯を奪われるにまで至った。ホカスは、逆襲のためにサーサーアン・アサ、ペルシアへ侵攻した。危機と、変質608年に、カルタゴのアフリカ総督大ヘラクレオスが反乱を、起こし、610年に、カルタゴ総督大ヘラクレオスの子のヘラクレオスが皇帝に即位した。ヘラクレオスは、 西特決の二度にわたる戦争に助けられ、シリアエジプトへ侵攻したサーサーン・アサ、ペルシアをニネベの戦いで破るなどして、東ローマ・サーサーン戦争に勝利し、領土を奪回することに成功した。627年にハザールを主力とする、東のテュルクと同盟を結んだが、628年に、東、ヨーマモルカガンが殺され、 後継者問題に揺れる西特欠との同盟関係は失われた。東、ローマ領内ではすでに4世紀からラテン語の重要性は次第に低下しつつあり、ギリシア語が徐々に事実上の公用語へと変わっていた。それでもなおラテン語はローマ人の言語としてその重要性の維持が試みられもしたが、5世紀中には文官たちにとって ラテン語の習得はもはや必要なものではなくなっていた。軍はラテン語の伝統を最も長く保持し、6世紀に至るまで公式の行政文書をラテン語で書いたが、全体として東ローマ帝国領内におけるラテン語使用が時間と共に低迷する潮流は変わらなかった。ヘラクレオスはこの変化を公式に認め、 620年にはギリシア語が公用語であることを承認した。また、ヘラクレオスはサーサーアンアサに対する勝利の後、古くから万族の王を指す通用的な用語であったバシレウスを公式儀礼用語として使用するようになった。この言葉はラテン語のレックスに対応し、以降帝国の滅亡まで用いられた。 古くからのローマ的称号であるアウグストスも公式儀礼用語として使用され続けたが、その場合でも信者、バシレフスが必ず付された。アラブ、東ローマ戦争サーサーアンアサへの攻撃を開始したイスラム帝国はカーデシーヤの戦いでメソポタミアからサーサーアンアサを駆逐して間もなく、東ローマ領のシリア地方へも侵攻した。636年に、 ヤルムークの戦いで、東ローマ軍は敗北し、シリアエジプトなどのオリエント地域や、北、アフリカを再び失った。641年、ヘラクレオスが死亡すると、コンスタンティノス3世と、ヘラクロナスとの間で、後継者問題が起き、コンスタンス2世が即位して落ち着いた。東ローマ軍は、655年に、アナトリア南岸のリュキア沖での海戦で、 イスラム軍に敗れた後は東地中海の制海権も失った。656年、イスラム帝国内で第三大カリフのウスマーンが暗殺され、第一次内乱が始まる。661年、ウマイヤ朝が成立。ギリシア火薬を用いてアラブ戦を攻撃するローマ軍674年から678年までのコンスタンティノポリス包囲戦では、 連年イスラム海軍に包囲され、東ローマ帝国は、存亡の淵に立たされたが、難攻不落の大乗兵器と秘密兵器、キリシアの火を用いて撃退することに成功した。680年には、オングロスの戦いで、中力系ブルガール人に敗れ、681年の、講和で北方に第一次ブルガリア帝国が、建国された。698年、 カルタゴの戦いでは、イスラム軍に敗れ、カルタゴを占領されて、カイラーアンに拠点を構築された。その後も8世紀を通じて、ブルガリアから攻撃を受けたために、領土は、アナトリア半島とバルカン半島の沿岸部、南イタリアの一部に縮小した。717年に即位した、イサウリア王朝の皇帝レオ,オーオン三世は、718年に、イスラム帝国軍を撃退。 以後イスラム側の大規模な侵入はなくなり、帝国の滅亡は回避された。しかし、宗教的には726年に、レオーン三世が始めた製造破壊運動などで、東ローマ皇帝は、ローマ教皇と対立し、カトリック教会との会議を深めた。製造破壊運動は、東西教会ともに787年、第22回や公開議決議により製造用語を認める。 ことで決着したが、両教会の競技場の際は後に、フィリオ系問題をきっかけとして顕在化した。女帝 a レ a n a 地下の800年、ローマ教皇が、フランク・オーカール一世に、ローマ皇帝の定官を授け、802年10月31日のクーデターで、ニケフォロス一世が即位し、803年にパクスニケフォリを締結したが、政治的にも、東西ヨーロッパは対立。 古代ローマ以来の地中海世界の統一は完全に失われ、地中海はフランク王国、東ローマイスラムに散布された。アモリオンの戦いイスラム軍とは、804年のクラソスの戦い、806年のアッバース長軍の小アジアへの侵攻で戦火を交えたが敗北し、高納金を支払う条件では役を結んだ。811年には、 第一次ブルガリア帝国に侵攻したが、撤退時のプリスカの戦いで、皇帝にケフォロス一世が戦死し、後継者問題が起こった。ミカエル一世ランガベエが皇帝に即位し、対立していたフランク王国と妥協し、カール大帝の皇帝就任を承認。813年にベルシニキアの戦いで再び第一次、ブルガリア帝国に敗北し、 レオン5世への上位を余儀なくされた。814年に第一次ブルガリア帝国のクルムが死去するとオムルタグと30年不戦条約を結んだ。827年にアラブ人がシチリア島へ侵攻し、シチリア主長国が成立。902年にイブラーヒーム2世がタオルミーナを攻略して、シチリア島の征服が完了した。こうして、 東ローマ帝国は、ローマ帝国を称しながらも、バルカン半島沿岸部とアナトリアを支配し、ギリシア人、正教会、ギリシア文化を中心とする国家となった。このことから、これ以降の東ローマ帝国を、キリスト教家されたギリシア人のローマ帝国と呼ぶこともある。最盛期1 0年の東ローマ帝国軍層のバシレオス二世東ローマ帝国の前世紀を、 検出した、ヨハネス二世コムネノスカレの下で、帝国は再び繁栄の時代を迎えた旧世紀になると国力を回復させ、バシレオス一世が開いたマケドニア王朝の時代には、政治、経済、軍事、文化の面で発展を遂げるようになった。一方、東ローマ皇帝とローマ教皇の対立は、フィリオクエ問題をきっかけとして、再び顕在化した。六十七年。 アモリア王朝最後の皇帝となるミカエル三世主催の教会会議がローマ教皇ニコラウス一世を破門するに至ったホテオスの分離などによって東西両教会の亀裂が深まり事実上分裂することとなった政治面では中央集権皇帝先生による政治体制が確立しそれによって安定した帝国はかつて帝国領であった地域の回復を進め 東欧地域へのキリスト教の布教も積極的に行った。また、文化の面でも、文人皇帝コンスタンティノス7世の下で古代、ギリシア文化の復興が進められた。これを、マケドニア朝ルネサンスと呼ぶこともある。10世紀末から11世紀初頭の3人の皇帝、ニケフォロス2世イフォーカス、ヨハネス1世イツミスケス、バシレオス2世イブルガロクトノスの下では、北シリア、 南イタリアバルカン半島全土を征服して、東ローマ帝国は東地中海の大帝国として復活。東西交易ルートの要衝にあったコンスタンティノープルは人口30万の国際的大都市として繁栄を遂げた。衰退と中高戦1 1年、西からノルマン人の攻撃を受けた。しかし、1025年にバシレオス2世が没すると、その後は、 政治的混乱が続き、大貴族の反乱や首都市民の反乱が頻発した。1040年にはブルガリアで EN、ピーター・ディーリアンの反乱が起こり、ピレウスもこうして放棄した。セルジューク、東ローマ戦争1055年、セルジューク、東ローマ戦争が始まり、1071年にはマラズギルトの戦いで、トルコ人のセルジューク長に敗れたため、東から、 トルコ人が侵入して領土は急速に縮小した。小アジアのほぼ全域をトルコ人に奪われ、ノルマン人のルチジェーロ2世には南イタリアを奪われた。1081年に即位した大貴族コムネノス家出身の皇帝アレクシオス1世、コムネノスは婚姻政策で地方の大貴族を皇族一門へ取り込み、帝国政府を大貴族の連合政権として再編。 強化することに成功した。また、当時地中海貿易に進出してきていたベネツィアと、貿易特権と引き換えに、海軍力の提供を受ける一方、ローマ教皇へ援軍を要請し、トルコ人からの領土奪回を図った。アレクシオス一世と、その息子で名君とされる、ヨハネス二世コムネノスはこれらの軍事力を利用して、領土の回復に成功し、 小アジアの西半分及び東半分の沿岸地域及びバルカン半島を奪回。東ローマ帝国は再び東地中海の強国の地位を取り戻した。ヨハネス2世の後を継いだ息子マヌエル1世、コムネノスは有能で勇敢な軍人皇帝であり、ローマ帝国の復興を目指して新生ローマ帝国との外交駆け引き、イタリア遠征やシリア遠征。 建築事業などに明け暮れた。しかし旅重なる遠征や建築事業で国力は疲弊した。特にイタリア遠征、エジプト遠征は完全な失敗に終わり、バネツヤや新生ローマ帝国を敵に回したことで西欧諸国との関係も悪化した。1176年にはアナトリア中部のミリオケファロンの戦いでトルコ人のルームセルジューク長に惨敗した。 犠牲者のほとんどは、アンティオキア公国の軍勢であり、実際はそれほど大きな負けではなかったらしいが、この敗戦で、東ローマ帝国の国際的地位は地に落ちた。分裂とラテン帝国戦1 8 0年に、マヌエル一世が没すると、地方における大貴族の自立化傾向が再び強まった。アンドロニコス一世コムネノスは、強権的な統治でこれを抑えようとしたが失敗し、 アンドロニコス一世を廃して定位についたイサキオス二世位アンゲロスも、セルビア王国、第二次ブルガリア帝国といったスラブ諸民族が帝国に反旗を翻して独立し、また地方に対する中央政府の統制力が低下する中で有効な対策は打てずにいた。第四回十字軍十字軍兵士と首都市民の対立やベネツィアと帝国との圧力も増し、 1204年4月13日、第4回十字軍は、ベネツィアの助言のもとに、コンスタンティノポリスを陥落させて、ラテン帝国を建国。東ローマ側は、旧帝国領の各地に亡命政権を立てて、抵抗することとなった。帝国の最高1265年のバルカン半島、および小アジア第4回十字軍による、帝都陥落後に立てられた各地の亡命政権の中で、 最も力をつけたのは、小アジアのニカイアを首都とするラスカリス家のニカイア帝国だった。ニカイア帝国は、初代のテオドロス一世、ラスカリス、二代目のヨハネス三世、トゥーカスバタツエスの賢明な統治によって国力をつけ、ヨーロッパ側へも領土を拡大した。モンゴル襲来周辺国では、1223年のカルカカ藩の戦い以来、 モンゴル帝国による東欧侵食が始まり、1242年にはジョチウルスがキプチャク草原に成立し、1243年の巨世ダグの戦いでルームセルジーク長がモンゴル帝国の属国化し、1245年のヤロスラブの戦いではハール1ボルイーニ大公国がジョチウルスの属国化した。3代目のニカイア皇帝テオドロスにセい、 ラスカリスの死後、摂政、ついで共同皇帝として、ミカエル8世、パレオロゴスが実権を握った。1259年9月、ペラゴニアの戦いで、アカイア皇国、エピロス先制皇国、シチリア王国の連合国軍を、ニカヤ帝国軍が破り、1261年には、コンスタンティノポリスを奪回。東ローマ帝国を復興させて自ら皇帝に即位し、 最後にして、最長の王朝パレオロゴス王朝を開いた。フレグの生成で1258年には、イルハン朝がイラン高原に成立していた。さらに1260年に、モンケが没して、定位継承戦争が勃発し、1262年11月には、ベルケ・フレグ戦争で、ジョチウルスとイルハン朝の争いが始まる中、東ローマ帝国は、 ジョチウルスと直接接触することになった。1265年に、ノマイハーン率いるジョチウルス軍がトラキアに侵攻し、ミカエル8世、パレオロゴスの軍は敗北し、ジョチウルスと同盟することになった。その後も1271年、1274年、1282年、1285年に、モンゴル軍はボルガブルガールに侵攻していた。 1277年に第二次ブルガリア帝国でイヴァイロの放棄が起こり、ミカエル八世とノガイハーンが介入し、1285年に第二次ブルガリア帝国はジョチウルスに従属した。この間の1282年にテッサリアで反乱が起こり、ノガイハーンはトラキアへミカエル八世への援軍を送ったが、ミカエル八世は病気になり休止した。 ミカエル8世の息子、アンドロニコス2世、パレオロゴスは、援軍をブルガリアと同盟するセルビア王国攻撃に、用いた。1286年に、セルビア王国のステファン・ムロシュ2世、ミルティンが講和を申し入れた。アンドロニコス2世、パレオロゴスの時代以降、軍事的な圧力が強まる中で1299年に、ノガイ・ハーンが死亡して、強力な同盟を失うと、 かつての大帝国時代のような勢いが蘇ることはなく、祖父と孫、学府と娘婿、父と子など皇族同士の低野争いが頻発し、経済もベネツィア・ジェノバといったイタリア諸都市に握られてしまい、全く振るわなくなった。そこへ、西からは十字軍の残党やノルマン人、セルビア王国に攻撃された。オスマン、東ローマ戦争年に、東から、 オスマン帝国のオールハンに攻撃されて、ブルサを奪取され、1352年には、領土は、首都近郊とギリシャのごく一部のみに縮小。14世紀後半の共同皇帝ヨハネス5世、パレオロゴスとヨハネス6世カンタクゼノスは、1354年のガリポリ陥落で、オスマン帝国スルタンのオールハンに侵入し、帝国は、オスマン帝国の続国となってしまった。 1380年のクリコボの戦いで急速に国力を増大したモスクワ大公国がジョチウルスを破り周辺国でも激動の時代であった東ローマ帝国滅亡後にモスクワ大公国は正教会の擁護者の位置を占めることになる14世紀末の皇帝マヌエル2世パレオロゴスは球場を打開しようとフランスやイングランドまで救援を要請に出向き マヌエル2世の二人の息子ヨハネス8世、パレオロゴスとコンスタンティノス11世ドラガセスは、東西キリスト教会の再統合を条件に、西欧への援軍要請を重ねたが、いずれも失敗に終わった。この時期の帝国の唯一の栄光は文化である。古代ギリシア文化の研究がさらに推し進められ、後に、パレオロゴス朝、ルネサンスと呼ばれた。このパレオロゴス朝ルネサンスは、 帝国滅亡後にイタリアへ亡命した知識人たちによって西欧へ伝えられルネサンスに多大な影響を与えた。滅亡コンスタンティノープルの陥落1453年4月、オスマン帝国第7代スルタンのメフメト2世率いる10万の大軍勢がコンスタンティノポリスを包囲した。ハンガリー人のウルバンが開発したオスマン帝国の新兵器。 ウルバン法による砲撃にさらされ、圧倒的に不利な状況下、東ローマ側は、守備兵7000で2ヶ月近くにわたり、抵抗を続けた。5月29日未明に、オスマン軍の総攻撃によってコンスタンティノポリスは、陥落、皇帝コンスタンティノス11世、パレオロゴスは、部下とオスマン軍に突撃して、行方不明となり、東ローマ帝国は、完全に滅亡する。 これによって古代以来続いてきたローマ帝国の系統は途絶えることになる。通常、この東ローマ帝国の滅亡をもって中世の終わり、近世の始まりとする学説が多い。同年には百年戦争が終結し、この戦いを通じてイギリスとフランスは王権新朝による中央集権化を呼び絶対君主制への移行が進むなど西ヨーロッパでも 大きな体制の変化があった。1460年には、ペロポネソス半島の自治領土、モレアス先生綱領が、1461年には、国会沿岸のトレビゾンド帝国がそれぞれオースマン、帝国に滅ぼされ、地方政権からの再興という道も立たれることとなった。なお、東欧世界における権威を主張する意味合いから、メフメト2世やスレーマン1世など、 オスマン帝国の一部のスルタンは、ルームカイセリを名乗った。また、1467年に、イヴァン3世が、コンスタンティノス11世の名ぞいパレオロギナを妻とし、ローマ帝国の継承者であることを宣言したことから、モスクワ大公国のイヴァン4世などや、歴代のロシア指導者は、ローマ帝国の継承性を主張している。東ローマ帝国末期の国章、相当のワシ画像は、 コンスタンティノポリス総主教長の正門に今も掲げられているものを6世紀になると330年5月11日が特別な記念日とされ、ローマを嫌ったコンスタンティヌスがローマの支配から独立した新しい帝国を作ったとする建国神話が創造された。9世紀になるとそれまで直霊等で使われていなかったローマ皇帝といった称号が 法令等の文書でも年代記等の編纂文献でも頻繁に用いるようになった。自らがローマ帝国であることを示すために形式的にではあるが古代ローマ時代の伝統の復興も試みられ、例えば旧世期末までには市民を意味するデーモスという名の感触が作り出され、市民という感触名の役人による市民による 頑固の模倣という奇妙な儀式が行われるようになった。10世紀には皇帝コンスタンティノス7世の下で儀式の書が記され、ビザンツ帝国の宮廷儀式が整備された。他にも帝国の公用語がラテン語からギリシア語に変わったことを、その言葉を捨てたと批判したテーマについてや皇帝の権力は民衆、元老院。 軍隊の三つの要素によると知トミ見返るプセルロスの年代記など古代ローマとの連続性をほのめかす著作の多くが10世紀から12世紀の間に作成された。ところが13世紀になると今度は自分たちの起源を古代イギリシアに求めるようになり住民の自称もローマ人からイリネスへと変化していった。このようにこの帝国ではすべてが流動的であった。 こうした変化に対応する柔軟性を持っていたことが帝国が千年もの長きにわたって存続できた理由の一つではないかと考える研究者もいる。ローマ帝国の継承者として西方領土と東方領土とではローマ帝国に対する認識は微妙に異なるものであった。政治的、法的、文化的それぞれの側面で異なっていた。法的にはローマ法を受け継ぎ、 コンスタンティノープルの皇帝は、ローマ皇帝の唯一の法的に正当な継承者で、あると自認し、ローマ法大全は、旧世紀にはギリシア語版、バシリカ法典として再編されて、ずっと国家の基本法であり続け、哲学、歴史学、文学の重要な作品は、ビザンツ帝国において書き継がれ、自分たちはギリシア古典、ローマ法の世界に生きていると、ビザンツ人は考えていた。 一方、政治体制についての認識は、これとは、だいぶ異なっていた。西ヨーロッパでは、ローマ帝国は、ロームルスのローマ建設神話から、王政、共和政と変化してきたローマ共同体の政治史の一部だったが、一方の東ローマ帝国においては、カエサル以前のローマ共同体を自分たちの歴史の一部で、あるとする意識は薄かった。東ローマ帝国における、ローマ帝国とは、 旧約聖書のダニエル書に見られる帝国皇太子に基づいたもので、それはバビロニア帝国、ペルシア帝国、アレクサンドロス帝国から受け継いだ文明世界を支配する帝国、キリストによる最後の審判まで続く地上最後の帝国としての存在だった。ビザンツ人にとってみれば、カエサル以前のローマ帝国よりは、ペルシア帝国の方が自分たちとつながりのある世界だったのである。 自らをキリスト教的意味での世界史に位置づける強い意識は世界創造起源の使用にも現れている。ビザンツ皇帝理念ビザンツ皇帝はローマ皇帝に起源を持ちつつもローマ皇帝とは異なる存在である。すべての人間は皇帝の奴隷であるという言葉に象徴されるようにビザンツ皇帝は絶対的な主権者だった。ビザンツ帝国では 市民は国家に奉仕するのではなく、皇帝に奉仕するものとなった。古代ローマでは、市民の果たす役割は財産に応じた階級に託されていたが、今や役割がそれを果たす人の階級を決めることになった。それは古代ローマとは反対の制度だった。ビザンツ皇帝理念が形成されたのは主に5世紀半ばから7世紀初頭にかけてである。軍人皇帝時代もちろん、 330年のコンスタンティノープル戦闘以降も、皇帝艦光の中心は、軍隊で、皇帝艦光は、軍隊の中屯地で行われることが多く、コンスタンティノープル製法のヘブドモン軍事基地などが、即位式の主要な部隊であったが、5世紀の後半になると、元老院、民衆の艦光が重要性を増し、即位式の部隊もコンスタンティノープル競馬場に移った。 一方同じ5世紀の半ばに、コンスタンティノープル宗主教による大官の儀式が行われるようになり、徐々にローマ時代から伝わる大官の方法を完全に押しのけ、中世ではこれが最終的に大官式の本質的部分となった。就任に際して、コンスタンティノープル宗主教によって大官された最初の皇帝は5世紀のレオ一世であると考えられている。 そこには、ローマから正当なローマ皇帝として承認されなかった、レオ一世の即位を神の意志による選択として正当化しようとする思惑があったと考えられるが、その結果として皇帝権は総主教によって正当化されるものとの認識が生まれ、総主教の権威拡大と政治介入という通兵を招くことになった。七世紀になると皇帝観護の場所は競馬場から宮殿。 聖ソフィア教会へ移るが、並行して、皇帝自らが後継者を、共同皇帝として体感するようになった。6世紀のユスティニアヌス一世は、先制君主制へと、大きな一歩を踏み出した。ユスティニアヌス一世は、元老院とローマ市民から諸権限を回収する、直令を出し、自らの地位を諸法に超越するものとし、その結果、皇帝は諸法を超越しながらも、 自発的に処方に従うことになった。ユスティニアヌス一世は自らを主人と呼ばせ、元老院議員へも気配を要求した。かつては市民によって信任された公職者であった、皇帝が3万人の市民を虐殺した二課の乱の、無言らしい結末が、ユスティニアヌス一世という皇帝を象徴している。ユスティニアヌス一世によって、 古代の民主政治の伝統は最終的に否定され、ビサンティン先生国家への道が開かれた。古代民主政治の中から生まれたローマ皇帝権力はその母藩をついに消し去ったのである。血塗られた彼の帝モはまさに古代ローマ皇帝の師匠族であった。7世紀にはもう一つ皇帝像の変化があった。戦う皇帝から平和の皇帝への転換である。古代。 ローマや中世西,西欧では、ローマ皇帝は武装した軍人として描かれ、軍司令官としての性質が強調された。一方の東ローマ帝国では、7世紀の皇帝へ、ヘラクレオスを最後に古代ローマ式の征服称号が用いられなくなった。ヘラクレオスは皇帝称号に平和者という語を含めたが、このキーワードが9世紀までには、ビザンツ皇帝称号の重要な部分となり、 皇帝とは平和を好む経験な人物であるべきという考えが定着することになる。東ローマ帝国は古代ローマ帝国の帝政後期以降の皇帝による先制君主制を受け継いだ7世紀以降の皇帝は神の恩寵によって定位についた地上における神の代理人、長の王とされ、政治、軍事、宗教などに対して強大な権限を持ち、完成された。 官僚制度によって統治が行われていた。課税のための大帳が作られるなど、首都コンスタンティノポリスに帝国全土から税が集まってくる仕組みも整えられていた。しかし、皇帝の地位自体は不安定で、たびたびクーデターが起きた。それは時として国政の混乱を招いたが、一方では、それが農民出身の皇帝が出現するような活力ある社会を生むことになった。 このような社会の流動性は、11世紀以降の大貴族の力の強まりとともに低くなっていき、アレクシオス一世、コムネノス以降は、皇帝は大貴族連合の長という立場となったため、皇帝の権限も相対的に低下していった。このほか、東ローマ帝国の大きな特徴としては、宦官,官の役割が非常に大きく、コンスタンティノポリス総主教などの好位聖職者や、 高級官僚として活躍したものが多かったことが挙げられる。また、旧世紀末のコンスタンティノポリス総主教で、当時の第知識人でもあった、ホテオスのように高級官僚が直接総主教へ任命されることがあるなど、知識人、官僚、聖職者が一体となって支配階層を構成していたのも大きな特徴である。属州制からテマ制地方では、 初期は古代ローマ後期の俗修制のもと、行政権と軍事権が分けられた体制が取られていたが、中期になると、イスラムやブルガリアの攻撃に対して、迅速に防衛体制を整えるために、地方軍の長官がその地域の行政権を握る、手間制と呼ばれる体制になった。手間制は、自便で武装を用意できるストラティオティスと呼ばれる、自由農民を兵士として、手間単位で管理し、 国土防衛の任務に当たらせる兵能一致の体制でもあり、国土防衛に士気の高い兵力を素早く動員することができた。ストラティオティスはその土地に土着の自由農民だけでなく、定着したスラブ人なども積極的に編成された。ストラティオティスはトンデン兵でもあり、バルカン半島などへの大規模な植民も行われている。彼らの農地は、 法律で他者への譲渡が禁じられ、手間単位で辺境地域への大規模なトンデンが行われるなど、初期には帝国によって厳格に統制されていたと思われる。手間制度を可能ならしめた要因として、6世紀末から8世紀の時期に従来のコローヌスに基づく大土地所有制度が徐々に解体されたことが挙げられる。この時代は帝国の混乱期で、 スラブ人やペルシア人の信仰によって、農村の大土地所有や都市に打撃を与え、帝国を中小農民による、村落共同体を中心とした農村社会に変貌させた。このような村落共同体の形態としては、スラブ的な農村共同体、ミールとの類似性を指摘する説があるが、現在では、東、ローマ独自のものであるという見方が強い。 手間製の崩壊8世紀後半以降、外敵の大規模な侵入が減り、次第に商業が活性化していくと、それにつれて、手間農民兵士の貧富の格差が増大し、中小自由農民層の没落、貧困化が進行した。安定期となったマケドニア朝の時代に大土地所有の傾向が、はっきりと現れるようになり、10世紀には、ケサリアのホカスケなど、 世襲的な大土地所有者が確認できる。ストラティオティス層は法律により土地の譲渡が禁じられていたため、まだ影響は少なかったが、レオン六世の態度が大土地所有の傾向を確実なものとした。晩年の進捗法によって、それまで土地を売ったものの近隣者が6ヶ月以内に売った価格の同額を支払えば買い戻せるとした。先外え刑を無効とした。 ロマノス一世イレカペーノスの時代になると、このような大土地所有はすでに帝国に弊害をもたらしており、彼は一連の立法でこれを防ごうとした。すなわち近隣者の先外け権を復活させ、さらに農村共同体に優先的に土地の譲渡を受ける権利を定めた。また、不当な価格で取引された土地については、無償で返還されるものとされ、 正当な取引であっても3年以内に売却価格の同額を支払えば土地を取り戻せるとした。しかしこれらの法律は守られなかった。なぜなら不当な購入をしていたのは地方の手間長官や有力役人、その親族たちであったからだ。彼らによってロマノス一世の努力は骨抜きにされたのである。同時期に帝国を襲った基金もこの傾向を助長した。 マケドニア朝末期のバシレオス2世は過去の不法な土地譲渡や皇帝の直筆でない有力者への土地贈与文書を無効とし、教会財産の制限を行った。これはかなりの効果を上げ、彼の軍事的成功もこの政策に恩恵によるところが大きかった。この時代にストラティオティスを基盤とした軍政は崩壊した。帝国は計画的に軍事力を削減し、 ストラティオーティス層からは軍役を免除する代わりに納税を義務づけた。これにより帝国はノルマン人などの傭兵に軍事力を大きく依存することになった。以後テマは単なる行政単位となったが帝国滅亡まで存続した。テマ長官としてのドメスティコスは文官職に変化し急速に地位が低下した。プロノイア製小胸の素長の時代にはプロノイア製が実施された。 かつては貴族に大土地所有や徴税権を認める、代わりに軍務を提供させる制度であると考えられ、これが西欧の霊園制に寄され、ゲオルク・オストロゴルスキーなどが主張した、いわゆるビザンツ封建制の要素と考えられていたが、今日ではこの説は基本的に否定されている。プロノイアは国家に功績のあった進化に恩師として、基本的に一代限りで授与されるものであり、 また、プロノイアの設定された地域を、その受領者が実際に統治したかどうか明確でない。したがって、荘園のように囲い込まれて、冬不,不入の領主権が設定されたわけではない。ニカイア帝国では、プロノイアは限定された地域に限られていて、ヨハネス三世は、プロノイアの土地は、国家の管理下にあるものとして、売買を固く禁じている。ミカエル八世は、 プロノイアの世襲を大規模に認めているが、これは例外措置であり、世襲財産と同一視することを厳しく注意している。とはいえ、これらの事実は逆にプロノイアが帝国の意図に反して売買されたり世襲されたりすることがあったという証明であるとも言える。軍政との関連性も明確でない。軍事奉仕を暗示するようなプロノイア贈与も行われなかったわけではないが、一般的ではない。 プロノイヤ自体は必ずしも土地と結びつくわけではなく漁業権であったり貧困農民層であるパリコスの労働市域権だったりするがパリコスは法的には完全な自由民であったプロノイヤは女性や教会や一団の兵士などの団体に贈与されることもあったそのためプロノイヤを税収の一部を賜物組みしたものとする見方もあるまた小ムネノス長時代のプロノヤは 非常に限定的で従来のテマ制度と代替可能なほど徹底されてはいない。そのためテマ制の崩壊とプロノイア制出現の因果関係は明確ではない。自由農民層による軍隊編成が試みられなかったわけではないが、帝国が末期まで傭兵に軍事力を頼っていることを考慮すると、プロノイア制度が国家の防衛に果たした役割はそれほど大きいものではないと、 判断できよう。むしろ、ビザンツ封建制があったとして、それを用意するものがあるとすれば、旧ラテン帝国の封建諸公である。彼らは、ビザンツ貴族とは、別個に服従契約を結び、それは、西欧封建制に影響を受けたものであった。末期に顕著となる皇族への領土分配は、デスポテイスという地位と西欧封建制との関係で、論じられるべきであろう。 東ローマ帝国の住民の中心はギリシア人であり、7世紀以降はギリシア語が公用語であった。しかし東ローマ帝国の住民をギリシア人によって代表することは一面的なものの、見方に過ぎない。東ローマ帝国は初めにはアルメニア人、シリア人、コプト人、ユダヤ人のような多数の非ギリシア人を内包する多民族国家だった。 公用語はギリシア語だったが日常会話には、スキタイ語、ペルシア語、ラテン語、アラン語、アラビア語、ロシア語、ヘブライ語なども存在した。それが12世紀までに領土が限定されるにつれて、ギリシア語を話す人々が数的に優勢になって、一旦に過ぎないのである。7世紀のバルカン半島においては、その割合は不明だが、ギリシア人は国民全体の一部に過ぎず、 マイノリティであったとする研究者もいる。むしろ東ローマ帝国の軍事、行政、教会機構の中で特に大きな役割を演じていたのは6世紀以前にはゴート人であり、7世紀から11世紀にかけてはアルメニア人であり、12世紀以降においてはフランク人だった。帝国の著名な貴族や官僚にはグルジア人やトルコ人らもいた。中でもアルメニア人とのハーフ、 もしくは、アルメニア人を先祖とする、アルメニア系ギリシア人の間からは、コンスタンティノポリス総主教や帝国軍総司令官、さらには皇帝になった者までいる。7世紀のヘラクレオス王朝や、9世紀から11世紀の黄金時代を現出したマケドニア王朝は、アルメニア系の王朝である。帝国内の自由民は、カラカラミカドのアントニゥス直霊以降ローマ市民系を持っていたため、 言語、決闘に関わらず、自らを、ローマ人と称していた。東方政教を信仰し、コンスタンティノポリスの皇帝の支配を認める者は、ローマ帝国民イコールローマ人だったのである。とはいえ、ローマ市民権を持っているといっても、市民集会での投票権を、主とする参政権などの諸権利は、古代末期にはすでに形外化していた。一方、ローマ人以外の周囲の民族は、 蛮族とみなしており、10世紀の皇帝コンスタンティノス7世が、息子のロマノス2世のために書いた帝国の統治についてでは、帝国の周囲の遺的の民をどのように扱うべきかについて述べられている。東ローマ帝国は、古代ギリシアヘレニズム、古代ローマの文化に、キリスト教、ペルシャやイスラムなどの影響を加えた独自の文化を発展させた。国の国境と定められた。 正教会が広く崇拝され、後世にも影響を与えている。また、11世紀の年代しかヨアニス・ゾナラスによると、伝統的なギリシア神話の神々に対する信仰は、当時まだ行われており、15世紀には、多神教の復活を説いたゲオルギオス・ゲミストスプレトンが、現れた。帝国の国教であった、正教会は、セルビア・ブルガリア・ロシアといった、東欧の国々に広まり、 今でも数億人以上の信徒を持つ一大宗派を形成している。皇帝教皇主義カノッサの屈辱に象徴される中世西欧の強力な教皇権力に比して東ローマ帝国のキリスト教会いわゆるビサンティン教会はいわば皇帝権力の内あるいは下の位置に甘んじていた。聖教会のトップである宗主教の交代さえ皇帝の意のままだった。 このような関係を歴史学の用語で皇帝教皇主義といい、東ローマ帝国はその典型である。しかしこの通説には大きな語弊がある。確かに東ローマ帝国では西ヨーロッパのように神聖ローマ帝国、皇帝とローマ、教皇が並立せず、皇帝が地上における神の代理人であり、コンスタンティノポリス総主教等の任命権を有していた。しかし、 正教会において、教義の最終決定権はあくまでも、教会会議にある。製造破壊運動を集結させた第七前置、公会も、主催は、a d ネによるものの、決定したのはあくまで公会議である。ローマ教皇のような一方的に教義を決定できる、唯一の主義を占める存在といったシステムが、正教会にそもそもない以上、皇帝が、 ローマ教皇のように振る舞える道理はなかった。実際、9世紀の皇帝バシレーをス一が発布した法律書エパナゴゲーでは国家と教会は統一体であるが皇帝と宗主教の権力は並立し皇帝は進化の物質的幸福を宗主教は精神の安寧を司り両者は緊密に連携し合うものとされていた。また、 皇帝の教会に対する命令が教会側の抵抗によって覆されるということもしばしばあった。宗教論争東ローマ帝国では単性論、製造破壊運動、静寂主義論争などたびたび宗教論争が起き、聖職者、支配階層から一般民衆までを巻き込んだ。これは後世、西王側からさまつなことで争うと非難されたが、 都市部の市民の識字率は比較的高かったため、ギリシア人の一般民衆でも聖書を読むことができたという調査でもある。新約聖書は原点がギリシア語であり、旧約聖書もギリシア語訳のものがルフしていた。また、協議を最終的に決定するのは皇帝でも総主教でもなく教会会議によるものとされていたため、活発な議論が展開される結果となったのである。 この宗教論争に関しては、一般民衆がラテン語の聖書を読めず、また日常用いられる言語への翻訳もあまり普及していなかったために、教会側が一方的に協議を決定することができたカトリック教会との文化的な背景の違いを考えなければならないだろう。帝国の法制度の多くは古代ローマ帝国より引き継いだものだったが、 古代ローマの法律は極めて複雑なものであり全く整理されていなかった。5世紀の皇帝テオドシウス2世は438年にローマ法史上では初となる感染直報銃テオドシウス法典を発布し、この問題を解決しようとした。この法典は東ミカドテオドシウス2世と西ミカドウアレンティニアヌス3世との連名で発布され、理念上は ローマ帝国が東西一体であることを強調するものであったが、結果として、ローマ法はテオドシウス法典を最後にして、帝国の東と西とで異なる発展を遂げることになった。6世紀半ばには、ユスティニアヌス一世によって古代ローマ時代の法律の集大成である直法遺産、学説遺産、法学定用が編纂された。これら法典は後に、 西欧へも伝わり、ローマ法大前と名付けられることになる。ユスティニアヌス一世が編纂させた法典は、その後も幾多の改定を経ながらも、帝国の基本法典として用いられた。特に重要な改定は、8世紀の皇帝レオオン三世による、エクロゲイ法典発布、9世紀後半のバシレオス一世による、法学定要のギリシア語による手引書、プロキロン、エパナゴゲの発布、 そしてバシレオス一世の息子レオーオン六世による直方遺産のギリシャ語改訂版であるバシリカ法典編纂である。また、ユスティニアヌス一世の時代は法と皇帝との関係が先制的なものへと大きく変化した時期でもあった。例えば、ユスティニアヌス一世の以前には皇帝アルカディウスによって皇帝へ問い合わせた際の皇帝の回答は判例としては利用できないと 宣言されていた。これは、権力者が、自らの裁判に都合が良いように法を変えてしまう、ことを防ぐ目的であったのだが、ユスティニアヌス一世の時代には、皇帝が好むところが法であるとされ、皇帝の回答は、判例となった。ユスティニアヌス一世は、元老院とローマ市民から諸権限を回収する、直令を出し、自らの地位を、諸法に超越するものであると宣言した。 これによって皇帝はヘレニズム的な生ける法となったのである。レオーン三世とコンスタンティノス五世を描いたノミスマ東ローマでは西欧とは異なり古代以来の貨幣経済制度が機能し続けた。帝国発行のノミスマ金貨は11世紀前半まで高い純度を保ち、高世、中世のドルと呼ばれるほどの国際的貨幣として流通した。 特に首都コンスタンティノポリスでは国内の産業は一部を除き業種ごとの組合を通じた国家による保護と統制が行き届いていたため国営工場で独占的に製造された絹織物や貴金属工芸品、東方との貿易などが帝国に多くの富をもたらしコンスタンティノポリスは世界の富の3分の2が集まるところと言われるほど繁栄したしかし 12世紀以降は北、イタリア諸都市の商工業の発展に押されて、帝国の国内産業は衰退し、海軍力提供への見返りとして行った、ベネツィア共和国などの北、イタリア諸都市国家への貿易特権付与で、貿易の利益をも失った帝国は、衰退の一途をたどった。主要産業の農業は古代にイギリシアローマ以来の地中海農法が行われ、あまり技術の進歩がなかった。 それでも古代から中世初期には西欧に比べて高度な農業技術を持っていたが12世紀に西欧やイスラムで農業技術が改善され農地の大開墾が行われるようになると東ローマの農業の立ち遅れが目立つようになってしまった。しかしながらローマ時代に書かれた農業書を伝えることでヨーロッパの農業の発展に影響を与えている。 12から13世紀のフレスコ画に描かれた東、ローマ兵士初期の東ローマ帝国は2世紀末にディオクレティアヌス帝が採用した後期ローマ帝国の軍事制度を継承した。軍隊はリミタネーとコミタテンセスに大別された。リミタネーは辺境属州を担任するドクスの指揮下で国境防衛に当たった。コミタテンセスははるかに広い地域を担当するマギステル。 ミリトゥムの指揮下で大都市に駐屯し、帝国軍の主力として戦地に出撃した。野戦部隊は、辺境部隊に比べ精鋭であり、給与等は優先されていた。不評は、以前、ローマ軍の主力ではあったものの、騎兵の重要性が拡大していた。例えば478年には、東方野戦軍は8000の騎兵と3万の不評から、編成され、 357年のユリアヌス帝は、ストラスブルグの海戦において1万の不評と3000の騎兵を率いていた。騎兵部隊は細分化され、ローマ軍の4分の1は騎兵部隊で構成されるようになった。騎兵の約半数は鎧、槍、剣を装備する重装騎兵からなる。弓を装備していた者もいたが、三兵としてではなく、突撃の援護のために用いられた。 野戦部隊には、カタフラクタリーやクリバナリー等の重装機兵も、編成されていた。弓機兵も含む、軽機兵は、有用な石膏、偵察兵として、リミタネーで多く用いられた。コミタテンセスの不評はレギオン、アウクシリア、ヌメリ等と呼称される500から1200人の部隊に、編成されていた。これらの重装布標は槍、剣、盾、鎧、兜を装備し、 軽不評隊の援護を受けていた。ユスティニアヌス一世の軍隊は、ペルシア帝国の脅威を受けた五世紀の危機に応じて、再編された。レギオン・コホルス・アラエといった、以前の帝国軍の編成は消え、代わりにタグマやヌメルスと呼ばれるより小規模な、不評部隊や、騎兵隊が取って変わった。タグマは300から400人で編成され、2つ以上の、ダグマで、モイラ、 二つ以上のモイラでメロスが編成された。ユスティニアヌステージ代には以下のような軍に分かれていた。テートの護衛隊コミタテンセス。ローマ軍の野戦部隊である。ストラティオ隊は主にトラキア、イリュリクムとイサウリアから兵は集められた。リミタネー国境の要塞に駐留し、守備を担っていた。ホエデラティ。蛮族の主眼兵から構成され。 ローマ人種間の下で騎兵として編成された。同盟軍。フン族、ヘルリ族、ゴート族や、その他の蛮族から供給され、彼ら自身の族長が指揮していた。土地や報奨金を見返りとして戦った。ブケラリー。将軍や貴族など、高位の人間の士兵であり、野戦軍の騎兵戦力として、重要な地位を占めていた。その規模は、雇い主の裕福さに、 左右されていた。兵士はヒュパスピス隊と呼称され、士官はドリュフォロイと呼ばれた。ドリュフォロイは雇い主と皇帝に厳粛な忠誠を誓っており、ベリサリウス将軍機下のドリュフォロイなどは有名である。7世紀にアラブ人に敗れて帝国の半島が著しく縮小した時、帝国の軍勢もまた根本的な変化を余儀なくされた。 小アジアに退却した野戦部隊は残存領土に分かれて駐屯し、手間となった。手間は敵と決戦して打ち破ろうとはせず、拠点防衛とゲリラ戦を組み合わせて受け身の攻戦に徹した。かつての辺境部隊の役割を担ったわけだが、この時代の手間には敵を国境戦で防ぎ止めることができず、中央から主力軍が来て敵を撃破してくれるという希望もない。 敵の侵入を許しながら征服されずに戦い抜く戦略であった。テマの兵士は、兵士は農民で諸税を免除される代わりに武器を自弁した。8世紀後半に帝国が存亡の危機を脱すると、テマの細分化とともに、テマに地方行政を担わせる改革が進み、地方制度としてのテマ制が作られた。テマ制では、テマの長官が、 地方行政の長官を兼ね、軍管区であり、行政区でもある、その管轄地をも、テマと呼ぶ。また8世紀後半には、コンスタンティノス5世がテマから選抜した兵士をもとに、首都に常備軍を整備したことで、地方軍と中央軍の日本盾の体制が復活した。外国人傭兵を舞台に編成したタグマ、地方国境に駐屯したタグマも作られた。10世紀には、 タグマが増設、強化されて、領土拡大戦争の主力となった。その一方で、手間兵士を含む自由農民が没落し、有力者が土地を広げて農民を霊属させる社会変化が進んでいた。有力者は帝国の最強陛下である重装機兵を供給したが、貴族化して帝国の軍隊を私物化し、反乱を頻発させた。 1081年に有力貴族から出て即位したアレクシオス一世は有力貴族を軍の主力に据えることで軍事制度を立て直した。貴族の支兵だけでなく皇帝自らの支兵というべき直属軍の育成にを用い外国人傭兵も依然として大きな比重を保った。軍隊の規模は論争となっている。ウォーレントレッドゴールドによる算定値を参考に以下に示す。 カタフラクトカタフラクトを参照、騎馬隊、不評に本国内で出版されている東、ローマ帝国史の専門書では、同じ人名、地名、官職、爵位の表記が本によって異なることがある。主に、東海大学教授の直木慶太郎の著作のように、実際の東ローマ帝国時代の発音に近い、中世ギリシア語形を用いている例も見られる。 もっとも中世ギリシア語といえども何百年もの帝国史の中で変化しているものであることや一般人の感覚とかけ離れていることなどから他の研究者から異論も多く論争中である。このため国内で出版されている専門書では同じ人名、地名、感触、借位などの固有名詞にいくつもの読み方がある。現在、 国内のビザンツ研究者において統一された表記法があるわけではなく、個々の思想心情や学派、学伐によるものであるので注意が必要である。東ローマ帝国関連記事の一覧、ありがとうございます。